Welcome to Insta English. Insta English, へようこそ。毎週、新しい英語の表現を教えます。今週は、Full circle または、Full circle moment です。Full circle というと、1月から、次の年の1月まで、1週、回ることです。この意味だけではなくて、もう1つの意味があります。例えば、私は20歳の時代、日本 の航空会社の要約センターで働いていました。まあ、そのところを辞めてから、いろいろ他の仕事の経験を集まって、何年前後に、その同じ航空会社の支社長の秘書になりました。それは、Full Circle Moment です。Do you have any Full Circle Moments?Let me know. それでは、また来週。